はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、セレストマグナの初心者向け MVP 確定講座というのをお送りしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。じゃあまずはね、セレストマグナ、まあちょっとね、最近変わったんですよ、セレストマグナって。まあ、今年だったかな、今年のまあいつだか忘れたけど、変更がありまして、まあ、今までのセレストマグナの常識とはもう完全にかけ離れた敵となってしまっておりますので、つまり何が言いたいかっていうと、初心者は結構このセレマグ初心者確定動画みたいなのが存在しないことによって、結構ね、困ってる方が多いらしいというお話を聞きましたので、今回は僕が思った初心者向けに、ね、セレストマグナの方、確定の動画の方をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。でまあまずはね、セレストマグナについてのちょっと前提をお教えしておきたいと思うんですけれども、まあ、このキャラクター、この敵はですね、他のやつにあった、まあ、例えばこういう状況があれば戦力1万台でも確定できる、このキャラクターが特攻キャラクターだみたいなものが一切存在しません。いや、本当に一切存在しないんですよ。ただ、有効なキャラクターっていうのはいます。有効なキャラクターっていうのはいるんだけど、基本的に特攻キャラクターっていうのがいないので、装備でぶん殴るゲームになります。うん。装備でぶん殴るゲームになるということをまずはご了承ください。勝てないですっていう風な場合は、基本的に装備を整えれば殴り殺せるようになりますので、それじゃあやってまいりましょう。まずはね、今回メインジョブ。メインジョブはね、安定のダークフェンサー。正直、MVP 確定をするのであれば、ダークフェンサー以外は、まあ、ありえない。ん?わらわら、ありえませんぞ。EX はアーマーブレイク。まあ、アーマーブレイクは正直適当で、アローレイン、クリアオール、アーマーブレイク。大体この3つのどれかにしとけば問題ないですかね。ブラインドでも悪くはないじゃないけど、正直アローレインの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。アローレインで耐えれないような敵は多分装備が弱いせいだと思うんで、装備を整えることができれば大丈夫です。で、キャラクター、バウタオーダー、ジャンヌダルク、フェザー。で、まあ、今回はね、サブメンバーにセイラン。まあ、この4キャラクターを使って MVP を確定していきます。枠の説明をすると、バウタオーダー。まあ、バウタオーダーは通常攻撃をしっかり受けるための敵に、キャラクターですね。しっかりと通常攻撃を受けることによって、序盤のそのなんだろう、道中の安定感を増す、そのチャージ技以外のその通常攻撃が結構痛いんですけれども、バウタオーダの一浴びの清純効果を張って、なんかこう歩いていくだけでもう重戦車のようなドシ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 行く感じになっておりますので、バウタオーダは、まあ、このセレストマグナにおけるガチ有効キャラ。ガチ有効キャラなんで、ぜひとも覚えておいてください。そして、次、ジャンヌダルク。まあ、こちらは防御低下要因ですね。光属性攻撃だ、光防御ダウンがついてるので、まあ、SR の中で使いやすそうだったので入れました。基本的に他のキャラクターだと、光の SSR ジャンヌダルクとか、まあ、他になんか有効なキャラクターとして、クラリスですね。光のクラリスとかはすごい、使いやすい。この枠に入れると使いやすくなっております。で、まあ、ここにね、防御の加減まで入れられる SSR ジャンヌダルクとか SSR クラリス、光クラリスとかを入れるのであれば、ダークフェンサーの EX はアーマーブレイクではなくて、アローレインもしくはクリアオールとかを入れていいと思いますね。フェザー、まあ、フェザーはアタッカー要因なんで正直何も気にしてないんですけれども、まあ、これを変えるとするなら SSR のセルエルとか、うん、をもう普通に単純にアタッカー枠なんで、攻撃なんか SSR キャラが入れたらそれ入れとけばいいと思います。ただ SR のフェザーはめちゃくちゃ強いんで、ワンチャン火力だけで言うなら SSR キャラを超えるぐらいの火力がありますので、まあ、正直フェザーでもいいっちゃいい。はい、そして次、セイラン。まあ、こちらはクリア枠ですね。まあ、実際に使いながらここは説明します。で、武器はこんな感じ。まあ、ちょっと強くなってるんだけど、今回はまあ大体の行動パターンっていうのを解説する動画となっておりますし、割とこれでね、ちょっとさっきやってみたんですけどギリギリでした。割とギリギリだったんで、戦力もね、戦力はね、正直な話、僕ランク高くなってるんで、もうなんか戦力4万超えてるけど、どうなんだろうね、わかんないですね。まあ、ちょっと倒せなかったら武器が弱かったと思ってください。そして、召喚石に関してはこんな感じです。基本的に防御寄りの召喚石を入れておけばいいと思います。闇カーバンクル2枚あればもうガチガチ安定ですね。ガチガチのガチになるんですけど、まあそんなもんかな。他になんかめちゃくちゃな欲しいなっていうのもないような気が。光カーバンクルでも入れとくか。うん、こんな感じでいってみたいと思います。それじゃあ MVP 確定実際にやっていきましょう。はい、ということでやってまいりました、セレストマグナです。まあ基本的には、これ本当にさっき言ったように、通常攻撃というか、なんかなんかこう、特別なことみたいな、なんかこれ実はこれをやれば超簡単に確定できるぞみたいな、まあ、結構今までそういうのあったじゃないですか。こいつないんですよ。マジでこいつはそういうなんか特攻キャラみたいな概念がないので、
基本的にはその防御力、その HP をモリモリモリ大害にしてそのままぶん殴っていく形になります。まあこうやって殴ってって、やっぱここでですね、強いのがさっき言ったようにバウタオーダー。ここの通常攻撃って結構今1600とか食らったじゃないですか。バウタオーダーは1アビを使うと自分の攻撃力が 40% ダウンするんですよね。攻撃力が 40% ダウンする代わりに、敵耐心アップ、そして非ダメージカットがめちゃくちゃ食らえます。今1500ぐらい食らったじゃないですか、主人公食らったんですけど、このバウタオーダーはなんとね、何棒ぐらい回復した、何棒ぐらいあれだった、600ぐらいしか食らわなかったですよね。めちゃくちゃ硬いんですよ。で、敵耐心アップもついていますので、めちゃくちゃ耐えやすいという風になっております。で、基本的にセレストマグナは非オーバードライブ中か、オーバードライブ中で行動パターンががっつり変わっていきますので、で基本的に非オーバードライブ中の場合だったら、特にあのなんかこうカット的なアビリティは必要ありません。ここでされてくるのは2択、無常の霧もしくは、性質の霧。性質の霧はセレストマグナが自分に強化効果を上げる代わりにこっち側にリジェネをくれるっていうアビリティで、無常の霧はデバフをくれるっていう、デバフを渡してくるアビリティなんですよ、うん、で基本的にこれはなんかデバフめちゃくちゃあるんで、こういう時にセルエルを入れてると有効ですね。セルエルを入れてると有効だけど、まあ僕は今回ちょっとセルエルを入れてないので、なんもなしで、でこういうアンデッド状態になった時は敵の回復系行動をすると自分にダメージを食らう状態になりますので気をつけてください。でまあ無常の霧の後は深淵の霧っていうのをもらいます。まあでも基本的に深淵の霧をもらおうがなんだろうが正直興味がないみたいなところはあるので、このまま殴っていきましょう。清純効果はデフォルトで継続しているので耐えやすいです。耐えていきましょう。気合で耐えます。でまあここら辺でね、クリアを持ってると便利っちゃ便利ですね。ダークフェンサーでクリアを持つといいよっていうのはそういうところがありますわな。でまあただね、アンデッド効果5ターンとかだったんで、あと4ターンですよね。あと4ターンなんで割と綺麗に耐えることができますっていう風に考えると、ここはもうとりあえず気合で待ちましょう。もう死んだらね、クリアが出てくるんで、死んだ時に考えればいいんじゃないでしょうかというような感じです。はい。でここでまあやっぱね、ここの清純効果がガチ便利。ほら739とかすごい耐えやすくなっておりますので、お得となっております。まあ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 、ええやろ。基本的に性質の霧をもらうと便利ですね。性質の霧をもらうとラッキーかな、個人的には。無常の霧が一番厳しい。はい、めちゃくちゃ厳しいやつですね。無常の霧をもらっていく。で、ここで攻撃を通して基本的に削っていきます。で、まあ、ここまではまあ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 いいですよ。ここまではまあいい。で、こっから先ですね。オーバードライブ中になると相手の毛色ががっつり変わってきます。相手の毛色ががっつり変わってきて、まあどんな風になるかっていうと、あのね、なんかね、なんでしょう。今まではその、デバフとか、バフとかデバフとかなんかそういう概念の話をしてたけど、ここで、あれが消えましたね。アンデッド効果が消えましたね。ここで満を持して、オールポーションを使っていく。ここで満を持してオールポーションを使って、このこいつをフェザーを落とす準備をしておきます。フェザーを落としておくとあいつが出てくるんで、フェザーを落としてあいつを出す準備をします。名前忘れた。フェザーを落としてあいつを出す準備をして、名前忘れたわマジで。まあ、そんな感じのことをしながら、敵を HP を削っていきます。オーバードライブ約 HP75% ぐらいになるとオーバードライブするんですけれども、まあ、ここからがスタートラインですね。第2のスタートライン、第1のスタートラインはあそこなんですけど、第2のスタートラインはここら辺になります。で、まあ、ここの第2のスタートラインからは、相手のチャージ技に対しての相手のチャージ技、つまり全体ダメージになってくるんですよ。ここから通常攻撃は基本的に痛いんですけど、セレストマグナは通常攻撃が痛いんですけど、ここからチャージ技も痛くなってくるんですよ。チャージ技が痛くなってきて、さらになんかこうちょっとユーティリティ的なね、ユーティリティ的なサムシングもしてくるので、ここでまあ例えば受けてみますね。例えば受けてくると、ここにですね、アンデッド効果をオーバードイネインをもらうことによってアンデッド効果をもらうんですよ。でアンデッド効果1をもらった後にアンデッド効果2が来るようになるんですよね。うん、アンデッド効果2が来るようになって、まあめんどくさくなってくるんですよ。だからここのところにクリアが欲しくなってくるんですね。
うん、アンデッド状態1の時にアンデッド状態2にしてくる、そのオーバードイネインの後に無常の霧を使ってくるようになりますので、まあこういう時のためにクリアが欲しいっていうような話ですよね。こういう状況の時のためにクリアが欲しい。で、まあ一生回復できなくなるんで、ここから一生回復できなくなって、どんどんあの自利品になってくるので、まあここに対して防御、まあ、つまりクリアですね、クリアができるような準備をしておきたい、うん、ここでアビリティは消えるんだけど、このアンデッド効果が一生続くようになるんですよ。で、何かしらこのクリアとかで流れを断ち切ってやらないと、できなくなってくるんですね。その回復することができなくなることによって、その HP が低い、初心者の頃 HP が低い頃だと、そのまま自利品になって落とされてしまうっていうことになるんで、あ、 HP が減りすぎたな、もう死ぬなっていうような状況の時に、ここのね、なんだっけ、モルフェとベトルじゃなくてアルシャじゃねえ、名前忘れたわ。まあこいつのクリア、まあクリアを持ってれば誰でもいいです。例えばソフィアとか、まあ、そういうクリアを持ってるような、アビリティを使うことによって、回復系のアビリティを何かしらね、こうブロックしていくことによって、美しく HP の 50% まで削り切ることが可能となるんですよ。まあこんな風になると HP50% の MVP 確定することに成功いたしますっていうことで、まあセレストマグナの確定動画でした。まあ、基本的にちょっとこの敵は成功法でしか物事を進めることができないキャラクターとなっておりますので、まあ、もしできないのであれば武勲交換で手羽銃を交換するとか手羽剣を交換するとか、まあ、そういうことをしていけばいいんじゃないかなというふうに思いました。皆さんの参考になれば幸いでございます。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。